どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。今日はロト7の抽選日だから、抽選前の心境について話して、そしてロト7の結果を報告したいと思います。ロト7はこの前はどういう感じだったかな。20番台が多分多かったんじゃないかなと思うねんけど、その前回、さやな、20番台がこの前4つ出てるんよな。だからちょっと偏ってるけど、だから2回続けて20番台が多く出る可能性あるんじゃないかなって思ってます。あと1桁もちょっと気になるかな。1桁本数字で出てないから、多分10番台はそこまで出ないんじゃないかなと思うねんけど、ここ最近ずっと10番台が、出てる回数が多かったから、出ても2つ、1つ2つは可能性あるけど、3つ以上は出ないんじゃないかな。だから予想も2つは予想してるけど、10番台3つは予想してないもんな。まあ、とりあえず、この前予想した数字で、ロト7勝負したいと思います。まあ、また、抽選が近づいてきたら、もう一度数字発表したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。